月の輪古墳は岡山県三崎町飯岡の太平山山頂に5世紀前半に築かれた古墳である。本古墳は年代からも内容からも地域集団の主張の墳墓であると考えられている。直径60メートル、高さ10メートルの大型円墳で中原に1メートルの段が設けられ、北側裾に作り出しがある。墳町の平坦部は直径17メートルで、 木管年度角が2基あった。斜面には角張った石で、吹石が敷かれ、奮鳥周囲、壇上、裾には、円筒埴輪と、朝顔形埴輪が並べられていた。1五十三年八月から十二月にかけて、岡山大学助手の近藤義郎を中心に、地元の住民や教師、学生らによって、発掘調査が行われた。この調査は、周辺地域の関連遺跡と、 月の和古墳の全面発掘が行われた。こうして、弥生時代以降の生産力の高まり、さらに前期古墳の歴史的性格を理論的、実証的に明らかにする道を開いた。この一連の活動、調査は月の和方式と呼ばれ、学術的、教育的、また地域運動としても当時の話題となった。この記録は、翌1954年スライドと記録映画となり、 文集、月の輪教室として記録された。古墳は1959年9月15日に、岡山県指定史跡に指定された。この調査で墳長部の2機の木管のうち、中央のものは、全長565センチメートルで男性と見られる、意外と首飾り、鏡、鉄製炭鉱、革製草刷り、刀、剣、鉄属、銅属などの副葬品が出土した。 南側の木管は全長310センチメートルで女性と見られる意外と首飾り、漆塗り竹串、鏡、刀、剣、鉄張り、石串路などの副装品が出土した。北側裾の作り出しからも木管粘土核が発見されたが中からは何も出土しなかった。これらの出土品は山麓の飯岡地区に1974年。 建造された文化財収蔵庫に収蔵されており、1984年4月10日に、岡山県指定重要文化財に指定された。飯岡地区では毎年8月15日頃、月の輪踊りの夕べを開催し、盆祭りの中で月の輪5分発掘調査を記念している。岡山県の中東部、吉井川、吉野川の合流地点付近を中心とする地域を、 月の和地域と呼ぶこととする。この地域一帯は、弥生時代中期半ば過ぎると開拓も進み、人々が定着するところも広がった。洗浄地や標高約300メートルの木々高原などに、弥生時代の遺物発見地がおよそ54カ所ある。後期には、中世平野の一部特に低湿地帯の水田化が始まったと考えられている。月の和古墳の位置する地域は、 地地区で、でや丘陵を及び、地である。古墳時代の集落遺跡は、弾木きや須げの放眼層によって知られ、後期には集落の分布が流域の平地や付近の山裾に拡大している。このことは古墳時代には中世平野の水田化が進んだことを示しており、平地の開墾という事業が進められ、人々の集団を結合させる役割を担ったと、 考えられる。そして、集団の結合が主張墳として現れる。主張墳と思われる月の和古墳を含む地域に古墳が集中しており、22期知られている。そのうち15期は、後期古墳に推定される将墳、2期は、時期不明で、箱式石管を持つ将墳、5期は、1期は、はっきりしないが4期は全期と考えられ、比較的大型で、山頂や、 お根町に位置している。そのうち、特に月の和古墳と釜の上古墳が大きい。近藤260ページ、近藤482ページ、近藤226から236ページ。ありがとうございます。